大学で HTML、CSS を初級レベルしか触れてないのに、企業の面接でアプリ制作中ですと嘘を偽った結果、上場 IT 企業に内定をもらった文系学生です。会社の業績が良好なので優秀な人しか採用してないと考えてしまい、他の同期先輩方と差が増えてしまうのではないかと不安にたまりません。アプリを作ったことのない未経験者は、新卒でも IT 企業でやっていくのは難しいようですね。もし万が一のために成績が悪かったら退職し、僕に金を持っているので経営の仕事に就こうと思っています。 えっと、まだ2月なので、働くまで2ヶ月あるので、2ヶ月あればアプリつけますよ。あの、ノーコードっていうのがあって、その、えっと、アプリを、そのなんか、じゃあ、タイトル画面はこれで、最初に出る文章はこれでっていうので、その画像とか文章とかをブラウザ上でポチポチ送って入れて、で、お金を払って、アプリ生成と押すと、アプリが作られる、自動的に作成されるっていう、あの、割とそのノーコードのアプリ作成ツールというのが今流行ってるんですよ。 なので、それを作ると、使うと、普通にアプリは作れるんですよ。で、そのなんかえっ、ー、と、じゃあ、そのなんかあの、じゃあ、太郎くんだとしたら、そのなんか太郎くんアプリみたいなのが、普通に iOS 用のその App Store で検索したら出るっていう状態になると思うので、なので別に、あの、HTML と CSS ができれば、アプリは作れるので、ノーコードアプリで検索してみてください。